菊池貫作。形。摂津半国の主であった松山信介の侍大将中村晋兵衛は、ご機内中国に聞こえた大号の侍であった。その頃、機内を分量していた つつい、松永荒木、和田、別所など、大名、商名の手のもので、槍中村を知らぬ者は、おそらく一人もなかっただろう。それほど新兵は、そのしごき出す三元への大身の槍の矛先で、先駆け、新狩りの功名を重ねていた。その上、彼の武者姿は、戦場において、 水際だったた華やかさを示していた火のような症状碑の福織を着て闘還鋭金のかぶとをかぶった彼の姿は敵味方の間に輝くばかりの鮮やかさを持っていた「ああ症状碑を投函よ」と敵の増票はしんべのやり先を避けた。 味方が崩れだったとき、激浪の中に立つ岩尾のように敵勢を支えている少女妃の姿は、どれほど味方にとって頼もしいものであったかわからなかった。また、嵐のように敵陣に殺到するとき、その戦闘に輝いている闘閑の兜は、敵にとってどれほどの脅威であるかわからなかった。こうして、 槍中村の賞状碑と陶管のとは戦場の花であり敵に対する脅威であり味方にとっては信頼の的であった。し兵衛ヱ殿、折り入ってお願いがあると元服してからまだ間もないらしい美男の侍はし兵衛の前に手をついた。 何事じゃそなたと我らの間にさような辞儀はいらぬぞ。望みというをはよう言うてみと、育むような自願を持って、しんべヱは相手を見た。その若い侍は、しんべヱの主君、松山晋介の蕎麦原の子であった。そして、幼少の頃から、 新兵衛が森役として、我が子のように慈しみ育ててきたのであった。他のことでも降りない。明日は我らの初陣ゃほどに、何ぞ花々しい手柄をしてみたい。ついては、おみさまの少女費と闘閑の兜を貸して保らぬか。あの福織と兜とを着て、敵の目を驚かしてみとうござる。 ハハハハハ念もないことじゃ新兵べヱは高からかに笑った新兵べは相手の子供らしい無邪気な光明心を快く受け入れることができたが申しておくあの福織や兜はもうさば中村新兵べの形じゃわ そなたがあの品々を身につける上は我らほどの肝玉を持たいではかなわぬことぞ。と言いながらしんべヱはまたたからかに笑った。そのあくる日摂津平野の一角で松山勢は大和の筒井淳慶の兵としのぎを削った。 戦いが始まる前いつものように少常妃の武者が闘冠の兜とを朝日に輝かしながら敵勢を尻目にかけて大きく輪乗りをしたかと思うと駒の頭を立て直し一気に敵陣に乗り入った吹き分けられるように敵陣の一角が乱れたところ少正常の武者は槍をつけたかと思うと早くも三四人の羽武者を突き伏せてまた悠々と。 味方の陣へ引き返したその日に限って黒川おどしの鎧を着て南蛮鉄のかぶとをかぶっていた中村新兵衛は会心の微笑みを含みながら症状碑の武者の華々しい武者ぶりを眺めていたそして自分の形だけすらこれほどの力を持っているということに かなり大きい誇りを感じていた彼は二番槍は自分が合わそうと思ったので駒を乗り出すと一文字に敵陣に殺到した「少女妃の武者の前には戦わずして浮き足だった敵陣が中村新兵衛の前にはびくともしなかった」その上に 彼らは症状費の槍中村に突き出された恨みを、この黒川おどしの武者の上に復讐戦として竹り立っていた。しんべはいつもとは勝手が違っていることに気がついた。いつもは虎に向かっている羊のようなおじけが敵にあった。彼らはうろたえ、血迷うところを突き伏せるのに何の造作もなかった。 今日は彼らは戦いをするときのように勇み立っていた。どの増票もどの増票も十二分の力を新兵べに対し発揮した。二三人突き伏せることさえ容易ではなかった。敵の槍の矛先がともすれば身をかすった。新兵べは必死の力を振るった。兵素の二倍もの力さえ振るった。が彼はともすれば つきまけそうになった。手軽に兜や症状費を貸したことを後悔するような感じが頭の中をかすめた時であった。敵の突き出した槍が脅しの裏をかいて、彼のらを貫いていった。